はい。それでは S2 線見ていきたいと思います。外装から見ていきまーす。まずフロントバンパーです。右前、特に気になるような傷は見当たらないですかね。綺麗な状態で。で、中央の方は、まあ下の方多少擦ってるところはあるかなという感じですけども、まあ上の方から見たら全然綺麗な状態ですね。で、エンブレム周辺も綺麗な感じになりまして、左前、左前の方も綺麗ですね。こんな感じです。で、ヘッドライトは、まあ、左右とも、クリアな感じかなという感じなんですけども、左のヘッドですね。ここにちょっと微妙に傷がついてる感じですね。続いて、ボンネット。ツヤもあって、綺麗な、感じですね。特に気になるような傷は見当たらない感じです。続いて左側面見ていきます。まず左フロントのフェンダーです。ここちょっと美意識傷がありますね。まあ、そこぐらいですかね。うん。綺麗な状態です。で、ホイールは純正のホイールになりまして、ガリ傷は特に見当たらない感じです。で、タイヤはですね、もうかなりひびが入ってきちゃってるので、2014年製ということなので、タイヤはもう要交換という感じですね。ドアミラーですけども、ちょっと色あせが出始めてきてるかなっていう感じなので、ちょっとね、塗装してあげたらいいんじゃないのかなというような感じです。で、助手席側のドアですけれども、綺麗ですね。サイドステップ周り含めて、気になるような傷は見当たらない感じで、リアフェンダーの方も色褪せ特になく、傷もなくといったような感じになっております。で、左リアのホイール、こちらはですね、ここにちょっとガリ傷がこんな感じで全体同じ位置にあるので、なんかススッと擦ってしまった感じですかね。あとはここがちょっとね、傷ついているような感じです。で、タイヤはもうフロントと同じですね。結構ひびが入っているので、前後とも要交換かなという感じです。で、左側面のへこみ、ここにちょっと一箇所へこみありますね。で、ドアの方は特に見当たらなくて、リアフェンダーも特に見当たらない感じです。続いてリアバンパー。リアバンパーは、綺麗な、感じですかね。ちょっとここに黒いのが落ちてる。これなんか磨いたら落ちそうですね。うん。で、トランクです。へこんでるところは特に見当たらないですね。で、トランクも特に色褪せはしてないですけども、まあ、若干こう薄く色がなってきてるかなっていう感じはしますね。はい。続いて、右側面です。右リアのフェンダー、綺麗な状態になっておりまして、右リアのホイール。こちらは特にガリ傷は見当たらない感じですね。そして、運転席のドアですね。もうちょっと美意識傷が一箇所、ちっちゃいのがありますね。そこ以外は、うん、綺麗な感じですね。で、サイドステップ周りは、まあ、多少の料理の時にちょっとついたかなっていうような薄い線傷、ついてますけども、まあ、コーティングとかなんかね、入れたら落ちそうな感じではありますね。で、ドアミラー、まあ、運転席側もちょっと、色がね、明るくなってきてるかなっていう感じはします。続いて、右フロントのフェンダーです。綺麗な、状態ですね。こんな感じですね。で、右フロントのホイール。ガリ傷、ここについてまして、あとは、ここですね。この2箇所ぐらいかなという感じです。で、右側面のへこみですけれども、特に見当たらなそうですね。続いて、ホロです。右側、結構まだね、生地も
しっかりしてて、なんか薄くなってる感じはないですね。ただ、この前期のビニールのね、スクリーンタイプになってるので、まあ、ちょっと、後ろは見にくいかなと、少しね、くすんできてるところはあります。まあ、ホロ自体は綺麗破れ等は見当たらなそうかなという感じですね。では、続いて、内装を見ていきます。運転席の、ドアトリム。綺麗な状態ですね。で、スカッフプレートの方は、多少ちょっとここら辺が少しね、傷あるかなっていう感じですね。こんな感じです。で、フロアマットも綺麗な状態で、純正のシート、ここの擦れがね、ほぼない。ここも潰れがないっていう感じです。で、まあこの辺ちょっとほつれてが出てるかなっていうようなところで、まあシートの状態的にはね、かなり綺麗な状態かなと思います。助手席側も同じく綺麗な状態維持してますね。で、ステアリングは、擦れも特になくですね。結構綺麗なステアリングですね。で、ダッシュボード上も、こんな感じで綺麗な状態になっております。で、デッキがですね、ギアザーズ、MD デッキですね。なかなか時代を感じる純正のデッキです。で、シフト周りですけども、ブーツも綺麗な感じで、ここら辺のハゲはまあ多少出てるかなっていう感じですかね。で、ここも開閉がちゃんとまたします。で、ETC の車載機がグローボックスの中についてるという感じですね。で、ダイヤル類の割れは特に今は出てないですね。インジの方も綺麗な状態です。はい。じゃ続いて、エンジンかけてみたいと思います。もうかかりもいいですね。うん。吹き上がりもとてもいい感じです。はい。じゃ続いて、トランク、見ていきます。トランクのトリム類は一通り揃ってますね。こんな感じです。これは CD デッキですね。まあこれもですね、あんまりこう使える使えないはありますけれども、そんなに期待しない方がいいかなと思います。で、車載工具の方はね、揃っております。で、助手席側です。助手席のドアトリムも綺麗な感じですね。で、スカッフプレートも綺麗な状態になりまして、フロアマットもね、綺麗ですね。助手席側なんかはね、ほんと、ほぼ使ってなかったんだろうなっていうような感じの状態ですね。こんな感じの内装になっております。じゃあ続いてエンジンルーム見ていきまーす。はい、ではエンジンルーム見ていきたいと思います。まずベルト周りからですね、感じで、まあ、特に変な音は、していない感じで、エンジンの方も特に変な音はしていないです。で、エンジンルーム内ですね。こんな感じで、まあ、距離はそこまで走ってないですけど、年数はですね、結構経ってるので、まあでもそれにしては綺麗な方ですね。まあただやっぱりちょっと年式感じるなというのが、こういうアルミ部分の白錆ですね。こういうところが、ちょっとこう、白錆がね、出てきてる、ようなところはありますね。まあ、部品が出ればね、こういうのは全然変えてしまえばいいかなというところではあります。はい。では続いて、試乗してみたいと思います。はい。それでは S2000、試乗してみたいと思います。AP1 の前期モデルになりますね。走行距離が、7万3000キロぐらいですかね。まあ AP1 の S2000 としてはまだね距離が少ない方じゃないかなという感じですね。でまずクラッチですけれども、ペダル踏んだ感じはまあ多少の重さは出てきてますけれども、まだ全然問題なさそうな感じですね。つながりもスムーズですし、特にペダルのこう引っかかりなんかもないので、レリーズベアリングガイドが渋くなってきているというような感じもなさそうです。で、ミッションの方も結構スコスコ入りますね。変な引っかかりも全然ないです。まだミッションオイルもね、温まってないですけども、すごくね、しっかりカチッとしている感じなので、まあやっぱこの辺は距離がね、まだ、少ないというところ
ところが反映されてるなという感じですね。ブレーキも結構しっかりと止まりますね。まあローターがそこそこちょっとね摩耗してるかなっていう感じはあったんですけれども、まあ制動のフィーリング的には特に違和感ないです。で、バックミラーこの周りがちょっとやっぱこう少しね白濁してきてるような感じはありますね。あとは、リアの視界はやっぱりあんまり良くはないですね。AP1 のこのビニールタイプのスクリーンでちょっとくすんできちゃってるので、まあ、やっぱり後方の視界は少し見づらいかなっていうような感じです。まあこの辺はね、ゆくゆくガラスポロなんかも検討に入れていただいてもいいんじゃないかなと思いますね。ちょっと踏んでみます。うん、加速も非常にスムーズですね。なんかエンジンが重たいとかそういう感じも全然ないです。で室内に入ってくるような変な振動もないですし、変な音も特にないですね。でエアコンも今つけてまして涼しい風も出てきているといった感じなので、まあ、この辺も特に問題なさそうですね。でタイヤがですねもうかなりひびが入ってきて、古いタイヤを装着しているので、まあ、タイヤはね絶対変えていただきたいんですけども、まあカピカピのこのタイヤでもそんなに乗り心地が悪い感じがしないので、これでねタイヤを新しく、してもらえれば、まあ結構ね乗り心地も含めてとてもいいんじゃないかなっていう気がしますね。うん、特に何か違和感を感じるようなところはないかなといった感じです。はい、以上 S2000 の試乗インプレッションでした。HMR では納車前点検にて法定24ヶ月点検の実施とエンジンオイル、オイルフィルター、ミッションオイル、ブレーキフルード、冷却水の交換を行い、その他車検に通らないオイル漏れやブーツの破れ、走行上不都合な箇所、電装トラブルなど修理してご納車しています。そしてご納車後半年の点検を無料で実施し、以降半年ごとお車をお乗りの間はずっと無料で点検を行っています。皆様のご来店お待ちしております。